塩入公園は東京都荒川区にある都立公園で白髭西地区市街地再開発事業によって整備された。再開発地区のほぼ中央及び東側に位置し、隅田川に隣接している。都道314号ことといだいや打線が公園東部を縦断しており、一部はトンネル化されている。付近は再開発により、 塩入り都営住宅や高層マンションが多く建設され、景観が大きく変わった地域である。白髭西地区は、住、小、高が混在する密集市街地であった。桃色の枠内は、再開発が完了した白髭東地区。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成等公園がある。白髭西地区は、 明治末期から大正期にかけて大規模工場が進出し、大日本宝石や金ヶ淵宝石が存在した。昭和46年から昭和51年にかけて、これらの工場が移転すると東京都が土地を買収し、昭和63年から市街地再開発事業に着手した。東公園は区部中央部に位置し、対岸の東白髭公園と共に、 高等地区の防災拠点として計画された。合わせて、千住市を医療橋が加強されると、足立区、荒川区、葛飾区をつなぐ、結節点に位置することとなり、防災上重要な役割を担っている。東公園は、豊かで多様な水辺と緑に彩られた、活力と潤いのある川辺の広場公園を、基本テーマとしている。また、災害時には、約12万人を収容する。 広域避難場所に指定されており、復旧、救援活動の拠点としての機能も有する。耐震性能に優れたスーパー堤防ーーが周囲 1km にわたって整備されており、散策路やサイクリングロードとしても利用されている。ありがとうございます。